おはっこんきほやうき、どうもことみゆきです。よろしくお願いします。ということで、まあちょっとなんてことはないのですが、ちょっとね声が治らないと。今はね、のど飴を舐めたりだとかしたので出てる方ではあるんですが、この前の配信とか結構悲惨だったから、もうちょっと長めにお休みを取りたいと思う。申し訳ないね。本当は8月と9月丸ごとお仕事の方がねお休みなので、いっぱい配信していっぱいランクも行ってみたいなことをやりたかったし、動画作る配信とかもしたかったんですけど、それで結局その治りかけの状態で喋ってまた悪化してっていうのをずる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 引きずるような予感がしているので、ちょっともうスパッと一旦配信やめます。なんかあったらツイッターにつぶやいたりとかもするし、で歌動画は一応今まで通り投稿されると思うので、その辺は心配しないでもらって、配信でこうベラベラ喋るというのをやめたいなと。今でもねちょっとそんなに本調子じゃないので、かさついてるような声を出していると思うんですね今もね。こうこれが治るまではちょっと配信を控えたいかなと。活動が全部ストップするとかではない、その分動画作ろうみたいな気持ちはあるので、ちょっと迷ってるのはアニポケのね同時視聴配信ね、30分弱だからさ、これぐらいだったら喋ってもいいかなみたいに思ってるんだけども、それで悪化したら嫌だなって思ってるから、でもちょっとさ、来週のアニポケフリード回だからさ見たいんだよね。だからちょっとあのウィシャンが、いやちょっともうアニポケ見たいわって思ったらアニポケの配信やります。だけどもうそれぐらいだと思う。週1日曜日30分みたいな、それぐらいになるかなと思います。ということで、今日明日明後日と土日みたいな感じで配信予定出してたんだけど、一旦白紙、全部白紙、すいません。ちゃんとその配信ができるようになるまで予定表は出さないので、ないと思ってもらって、アニポケの同時視聴配信をやるかどうか、これはツイッターの方で、ツイッターだって X なんですか今は、ツイッターの方でですね告知しようと思うから、興味ある人はそっち確認していただけるとありがたいかなって思ってますので、ぜひそのようにしてください。ということで、まあ言いたいことはこれぐらいですね。夏暑いからみんな気をつけてくれよな、熱中症とか夏バテとか。みんなも元気に、ウキちゃんも健康になるからさ、これから。ということで、ほらね、お次お次、バイバイ、あとー。